その後こうやって結構引っ張っても全然崩れにくいので、引き出してほぐしてあげたり。いるスタイリストのぶなさあいくみです。今日は5分でできるシニオンアレンジをやっていきたいと思います。巻いてある状態からスタートします。今巻いてある状態でその後にオイルをたくさん塗ってます。まず最初にゴムで結んでいきたいと思います。もう簡単に下の方でゴム手出します。その時にゴムを持ってしっかりと引き出していきます。引き出すポイントはこのゴムをしっかりとつまんで引っ張ってあげることですね。で、この毛先の部分をゆるく三つ編みします。できてないかわからないくらいで全然大丈夫です。そしたらここで引き出していきます。まず最初左側に全部出していきます。短い毛が飛び出してももうしっかり巻いてあればそれも可愛いおくれ毛になるので全然問題ないです。でこの時に右と左両方に引き出してもこの上に引き出すのを忘れちゃう方が多いんですが、左右上下裏側からも引っ張ってあげると可愛いです。ボリューム感がないとか三つ編みの形がそのまま出ちゃうとあまり可愛くないのでしっかりと三つ編みの形がなくなるくらいのイメージでボリューム感を出していきます。丸めてお団子にします。で、この状態ができたらこの三つ編みした部分をここの土台に巻きつけていきます。で、巻きつけたらピンで土台に刺すんですが、ここで取れにくいピンの留め方として、まず最初に頭皮に向かって縦に突き刺して寝かせる。で上にただただこのまま髪の毛にこう水平に入れるのもいいんですが、一度ここで髪の毛に対して縦、頭皮に対して垂直に立ててから下にかけて上にあげると強度が高いピンの留め方になります。その後こうやって結構引っ張っても全然崩れにくいので引き出してほぐしてあげたりしても崩れた感じにならないまとめ髪ができます。これで簡単に完成しました。ピンの留め方はいろいろなシニオンとかにも使えるので、ぜひやってみてください。